さあ始まりましたカルテベースラジオ。この番組はこれからの時代の人と組織のマネージメントの実践論を探求していく番組です。経営コンサルティングファームであり文科省認定の研究機関でもある株式会社みみぐりがお送りしております。私パーソナリティを務めます株式会社みみぐり共同代表の安西由紀です。同じく共同代表の水部智美です。よろしくお願いいたします。はい、というわけで本日もやっていきたいと思いますが、今日のテーマはね、安西さんの子育てということで、はい、話していこうと思うんですけども、ちょっと改めてちょっと南さん頭出ししてもらってもいいですか。いや、あのね、僕結構子育ての話するのよ。なんか中学受験の話とかさ、社内においてもさ、こういう風にやった方がいいかもとか、自分のリフレクションを棚卸ししたりとかさ、ラジオでも子育ての話結構してきたじゃん。でその時に結構僕の話は自己開示的にしてきたんだけど、そういや安西さんの話鉄棒以外あんまり知らないかもって思って確かに。そうだから安西さんがなんか、いやだからさ、クモンが、クマルンが、さんがちょっと、あれでやめられたっていう話は知ってるんですけど、なんかそれ以外の話とかあんまりそういやお伺いしてないなと思ってさ、うん、なんか安西さんが子育てを大切にしてることですか、土日とか遊んだりとかするわけじゃん。普段さ、コミュニケーションとかもきっとしたりとかしてるわけじゃん。どういうこと大切にして、お子さんと接してらっしゃるんだろうと思ってさ、それをちょっとお伺いしたかったです。はい、わかりました。はい、いやね、なんか探究って別になんかそんな探究学習のファシリテーションしてるかって言われるとちょっとね、どうだろうって感じなんで自信はないんですけども、ちょっと話しつつ相談してもいいですか。じゃあ、あ、深めていきましょう。棚卸しをね、暗黙知をね、暗黙知を言語化していきましょう。そうですね。いや、まあ、まず前提方針としては、うん、僕前もちょっと話したかもしれないですけど、あのね、あ、というか多分これ僕あんま話さないのはこれあんま良くないんだろうなと思いながらやってるからなんですよね。うん、あ、いいじゃん、めちゃくちゃいいじゃないですか。一般論的にはあんま良くないだろうなと思いながらやってるんですけど、うん、あのね、めちゃくちゃわがままに育ててます。とにかくとにかく、なんだろう、わがままに育ててる。で、謎の指令、命令はしない。で、あと、怒らない。みたいな。なんかもう、このままいくとすげえわがままに育つだろうなって思ってるぐらいの育ち方をしてて、この間ね、顕著に思ったのは、娘と二人で、品川かなんか水族館かなんかに行ったんですよ。で、おしっこ漏れそうって言って、あのトイレに行って、で、まあ、僕と一緒だから男性トイレの個室に行くじゃないですか。で、行って、で、まあ、トイレ済ませて、ああ、間に合ったって言って、で、周り、もう、あの品川ってこともあって、こう、ね、ビジネスパーソンのおじさんだらけだったんですよ。で、混んでたし、そうだろうね、早く出たかったんで、うん、でも手洗い場の前でちょっとカーディガン着替えるとかって悠長にみんないるところで着替えようとし始めたから、ちょっとそれ後にしなさいって言ったんですよ。うん、はい、で後にしなさいって言ったら、パパからしなさいって言われたのこれ初めてだねって言われてそれをもうなんかメタ認識してる時点でやばいねなんで今しなさいって言ったのみたいな、めっちゃトイレで問われちゃってちょっといいからとりあえず手洗って出ようとかって、確かにしなさいって言ったの初めてかもねとか言って、僕もその男子トイレの中で、そのいやここで着替えんなやっていうので、ここやめなさいって言ったのが初めてってと捉えられたぐらい、なんとかしなさいって言ってないみたいな。そう、だから子供からするとトイレで着替えようと思ったら、父親が急になんか強めに止め始めたぞと思ってびっくりしたみたいな、っていうぐらいなんかね、あの自由放任にしてる感じですかね。なるほど。トイレで着替えてたら、いや外で着替えろって普通に言っちゃいますね僕は。うん、いやまあだから僕も提案するときに、うん、カーディガン着ろ、はい、うん、いや後で一回手洗って外で着替えようよとかっていう提案はしますよ、うん、普通に日常的に。
あ、するよね。だからそのやめなさいっていうか、なんとかしなさいっていう言い方をしたのが僕がこの5年6年ぐらいで初めてだったらしくて、なんかそういうふうになんか同じことを伝えるにしてもなんか、あの、なんだろう、誘うように言うっていうか、次こうしないとか。どうやって、逆にさ、どうやって乗り越えてんの？え、今あの、うん、お子さんおいくつでしたっけ？もうすぐ6歳です、ね、6歳ですよね、はい、まだ幼稚園とかじゃないですか、はい、飯食いたくないとか、風呂入りたくないとか、トイレは今行きたくないとか、これは読みたくない、これはやりたくないって絶対になるじゃないですか。でもタイムライン的にさ、だってさ、ね、安西さんもお仕事あるし、ね、パートナーさんもお仕事あるわけじゃないですか、うん、でね、その中でもう時間のデッドラインはあるわけじゃん、うん、その時に安西祐樹はどうすんの？いや、なんか各所の乗り越え方の方略はあって、まあ、例えば風呂入りたくないはもう日々のルーティーンなんですけど、なんかもう入れっては言いたくないんですよね。その時はもうお決まりのパターンで、僕が、うん、よし着替えるかって先に脱いじゃおっかなって言ってると、妻が、パパ脱ごうとしてる、パパを魔法で止めてって言って、娘がえいって言って、俺がこう脱ぐ途中で止まるんですよ。で、止まってる間に早く脱いじゃいなよとかって言って、分かったっつって脱いで先にお風呂に入って、で、えいって魔法が解かれて、あれいないなみたいな、あ、もう入ってたのかっていう、このコントを毎回やってます。幸せな家庭じゃん。だからなんかそういう、あの、まあ、結果ね、言ってることは早く早入れやなんですけど、なんかあの、なんかよくわかんないけど今入んなきゃいけないみたいなことをなんか言うのが僕嫌だから、なんかそういう謎の工夫をしてる。だからね、すげえコスト高いです。あの、コストはかかるよね。そのやり方やるとね、うん、なんかちょうど見ましたもん、ミーグリの社内 の人でさ、お子さんが iPad をずっと見ている状態が不安なんだけど、それを iPad を見るのをやめろやっていうのはなんだから、隣で工作を始めるっていう、でそしたら巻き込んで勝手にやりたくなっちゃうから、あ、一緒に工作してる状態になって、結果的に iPad を見るのをやめるみたいな言ってる、うん、あの方がいらっしゃって、その方略と同じだね。そうですね、だからそういう、あの、新しい、なんだろう、衝動をそそのかすみたいな方略でやってますけどね、はい、まあでもやっぱとはいえ、なんかやっぱ、なんだろう、間接的に謎のこう、あんまり 寝ない時はこれ以上、ね、うん、起きてると鬼が来ちゃうかもよみたいなことを妻がたまに言ったりして、なんかその鬼、はい、鬼という存在はたまに出てきちゃう。鬼ね、うん、なんかそういう間接的 なんか概念を通して。鬼電話アプリとか使ったことある？あの、昔ありますよ。あ、本当に？鬼から電話かかってきちゃうやつね。そうそうそう、もしもし寝ないのみたいなかかってくるやつ。鬼めっちゃ怖いやつでしょ。めちゃくちゃ怖いなって。でもあれ使ってる時もなんかね、ゾワゾワするの。これ使っていいのかなみたいな、これ使って子供をコントロールすることって将来にどういう影響を及ぼすんだろうなみたいなあって、あんまり使いたくないなと思って数回やっちゃった。そうなんだ。はい、そうなんですよ。だからね、あの、結構甘やかしてるし、なんかやりたいとか、どこどこ行きたいとか、まるまる欲しいとかもなんかね、あの、結構叶えてしまってる。ああ、うん、希望のままに、なんですよね。そう、はいはいはい、だからそれでいいんだろうかって、これで こんなに甘やかしていいのかなっていう疑問を思いながらやってるって感じですかね、うん、まあいいんじゃない。あの、子育ての観点で言うと、結局のところ、あの、愛情をしっかり受け負っていい家族の共同体を過ごしていることをちゃんと体験していることが、結果的に どの方角でもいいっていう話だから、あの、うん、幸せそうな家庭でいいなって思いましたけどね。愛情豊かで。そうですか。で、それを受け取って、あのね、あ、でも一つ思ったのが、あの、安西さんさ、マネジメントのさ、あの、コツで重要なのって、そそのかしなんだよなって、たまに言ったりとかするじゃん。だから、そそのかしマネジメントはしてんなって思った。あ、それはね、めっちゃしてますね。うん。そそのかしの種はね、巻きまくってる。なんか、
あの今すぐじゃなかったとしても、なんかこんなんあるらしいよとか、こんな場所あるらしいよとか、うん、なんかあの面白そうなもの画像で見せたりとか、なんか行きたそうだなみたいなところを見せたりとか、うん、なんかそういうのはチラチラやるとやって、なんかなんかちょっと時間差でなんとかやりたいとかやってみたいみたいなことにつながるんで、うん、なんかね衝動くすぐりはめちゃくちゃやってる気がしますね。あれよね、あのちょうど昨日俺やったんですよ。あのね、子供がね、あの食べるの遅いんですよ、小学生で中学生なんだけどね。でそれでなんかずっといつまでたっても洗い物がなんかできなかったりとかするんですよね。だからなんかそれで揉めたりとかしてたんですけれども、で昨日ね画策して飯をね俺食って、いやこれめちゃくちゃうまいやって、これ最高うまいんだけどみたいな、超うめえって言ってたら、なんか2人ともめっちゃ、えそうなのって言って、めっちゃ食って、すごい速度で食ったんですよね。おお、はいはい、はい、うまいって。そう、これそそのかしマネージメントよね。確かにね、確かにね、まあ、ちょっとそういうねこう楽しそうな背中を見せて、なんかこう好奇心とか衝動をこうくすぐるっていうのはね、 いいですよね。うん、でもあ、一個ちょっと相談していいですか、悩み。え、何ですか、最近、ね、何悩みなんてあんの。悩みとしては、まあ、子供がもうさ大人の会話とかが分かるじゃないですか、完全に、はい、うん、でも家族3人で喋ってると、ね、まあ僕と妻の間での情報伝達が必要な場面ってあるじゃないですか、仕事の話だったりとか、はいはいはい、何だったりとか、うん、はいはいはい、でっていうのやってる時に自分が分からない話題が出てくるのをめちゃくちゃ嫌がるんですよ。だからなんかこう、あの自分も話に入れてって、私は分かんない話しないでって言われて、うん、結果今めちゃくちゃ子供が分かんない話題を僕と妻で話すっていうチャンネルが封殺されてるんですよ今。はいはいはい、うん、なんかそれをね、まあ一旦今はみんなで話すっていう風にしてるんですけど、はい、なんか、うん、まあそのままでいいのか、なんかどっかのタイミングでなんかこう離脱していくのか、工夫が必要なのかありました、みなべさん。そういうなんかあったかな。チャットでもわからない話題嫌がるの分かりにすぎるみたいなコメントもいただいてますけど、兄弟がいたりすると違うんですかね。どうなんだろうね、パッと思い出せないな。例えばどういう話。え、別になんか、うん、本当にくだらない話とかでもなんか、はい、なんだろう、なんだろうな、まあ、例えば SNS 上の話題とか、うん、仕事の話とか、はいはい、なんか例えば明日耳ぐりでなんとかがあるとか、はい、僕が見た格闘技の試合がどうだったみたいな話すると分かんないんで、うん、でなんかパパとママでばっかり話しててずるいってめっちゃ怒られるんですよ。あー、それで言うと暗黙的にね、2つやってたかも。暗黙的に言うと、うん、家族の場だとなんかもうそれにとことん付き合ってたかも。で10時過ぎくらいになんか暗黙的なルーティーンで2人でスーってきてお茶を入れて2人でしっとり話すみたいな、なんか二重にやってたかもしんない、はい、ああなるほどね、うん、なるほどね、思い出した。確かにね、うん、いやそういうなんかねコミュニケーションルーティーンを変えないとなーみたいな思ってたりするんですよ。まあ今現状 LINE で話してるんですけど僕と妻はああなんかこれこのまま喋るとなんかなんだろうなってなって、うん、やだなってなる、なんか情報伝達とかね、はいはい、仕事上のね、ああはいはい細いやつね、はいはいはい、そうそうそう、まあ7度ありますけど、まあでもね社会的なこうコミュニケーションを身につけてる証拠だし、なんかやっぱ仲間外れみたいなのが、うん、そういいことよ。なんかそういうのに好奇心持って聞いて、でちゃんと受け答えして親も話していくってやると、結構なんか社会的なこととかもいろいろ身についたりとかするから、うん、それなんか実利的にも受験とかに役に立ったりとかするし、なんか普通にそういうのを関心持って掘り下げて、はい、なんかコミュニケーションしていくのも絶対いいと思う。すごい、そうですよね、そうですよね、うん、そう絶対いいと思うよ、ね、うん、そう一応こう聞かれたことには全部前提で答えるようにしてるんですけど、今チャットでいただいてるように、
前提でゼロから説明しようとすると長くなるんだけど、 50% ぐらいのところでもうどうでもいいみたいな顔してる、ね、そうだよね、そうそうそう、なんですけど感覚は分かるようになったかもしれない、丸めてつまりこういう話だよってしたら納得するみたいな、うん、なんかその勘どころを覚えたかもしれない、うん、そういや、あ、それ大事かもしれないですね、うん、はい、というわけでね、今回はなんか意味のある回になったんだろうかっていうのはちょっと分からないですけど、はい、僕の子育て論はこんぐらいで大丈夫でしょうか。はい、まあそそのかしをすごい大切にしてるんだなっていうのと、幸せなご家庭なんだなっていうのはすごい分かりましたそうですね、はい、いやなんかね、まあいろいろね、あの、まあ、言われてみたらなんかそのそそのかし側の、触発側の工夫はいろいろしてるかもしれないですね、なんか、うん、してそうだなって思った、うん、そうで抑圧をなるべくこう消そうとしてるみたいなことをいろいろやってるかなと思ったんで、ちょっとまたいろいろ考えてリフレクションしたら子育ての話もしようと思いますはい、はい、ということで今日はね、アイリッシュパブのアイコンで、ビールのアイコンで子育て論を語るというちょっとね、あ、いいですね、はい、感じでしたけれども、はい、安西由紀の子育て論ということで、はい、ごちそうさまでした、はい。はい、というわけで今回もここまでご視聴いただきありがとうございました、番組への感想はハッシュタグカルティベースにてお待ちしております。質問、お便り、お仕事の相談、そして耳ぐりで一緒に働きたいというあの採用の、お声掛けなどもですね、ぜひお気軽にご連絡いただければと思います。それでは来週もお楽しみにしていてください。ありがとうございました。